今日は味覚狩り楽しみやな。それにしても西森先輩遅いな。去年はブッチされてるしな。でもさすがに今年は大丈夫やろうけど。まあ一応電話しとこっかな。え？留守電にもならんやつやんか。もう時間もないし、とりあえず松茸狩り始めますか。なんか聞いたことあるけど、赤松の根の近くによく生えてるんやんな。あ、見つけたぞ、立派な松茸。これだいぶ大きいな。大きい松茸。さあ、掘り起こそう。よいしょ、よいしょ。わあ、これだけ大きかったら、松茸ご飯の他に、土瓶蒸しとか、焼き松茸にしても十分余りそう。大量ですがな、大量ですがな。ケイチ、松茸取ったどー。それにしても西森さんどうしたんやろ。もう一回電話してみようかな。また留守電にもならんやつやん。何をしてるんやあの人。あれ向こうの山で二本足で松茸を握っている人。あれ西森先輩とちゃうかな。おーい西森さん。おーい西森さん、やっほー。また鍵つけてきたんか。約束してたでしょ。今からそっち行きますね。わっせ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 西森さん、いいじゃないの、いいじゃないの。陽一さん、ラッスンご礼来西森さん、ダンソンフィーザキー西森さん、グー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 陽一さん、あー着いた。ちょっと西森さん、何をしてるんですか。どうしたん、ジョニスさん。ちょっと。また鍵つけてきたんかいな。違いますよ。調べてるやろ、俺のスケジュール。ちょっとちょっとちょっと、一緒に味覚狩りの約束してたじゃないですか。するわけないやん、そんなん。してましたから。いや、また、もう、頼むで、ほんまに。毎回毎回もう。そう。なんでもう俺の行くとこ行くとこついてくるん、もう。違いますよ、ほんとに。男の松茸狩りができへんやないの。その女性がおったら危ないとことか行かれへんしな、はい、誰も誘ってへんねん俺は。いやいや、携帯もなんで電源切ってるんですか。そう、もう携帯なんかもいらんから家に置いてきたわ。もうそんなもんはもう置いてきたんですか。そのほんまに、まあ、帰りは一緒に帰りましょうね。オッケー、西森ジェットエンジン。